卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで、今回なんとエッグヤザーは急遽上海にやってまいりました。まあいろいろありまして急遽上海にやってまいりました。それでね、これ見てわかると思うんですけど、なんか電車があります。これなんとリニアモーターカーらしいんですね。今からこのリニアモーターカーに乗って上海の、裏東だったか東裏空港にいるんですけど、中心地まですごい430キロとか出るらしいんで、それに乗って行っていきたいと思います。上海バチバチ楽しむぜ。よろしく。リニアモーターカーこんな感じです。本当にこれが400キロ出るのか楽しみだ。ということで、リニアモーターカー乗りまして、車内はこんな感じですね。こんな感じになってます。一応駅員さんに聞いた、この駅員さん、切符売り場の人に聞いた駅、ロンヤンで降りろって言ってるんでね、ロンヤンまで、一瞬何分かしか、すごい速さらしいんで一瞬で着いちゃうらしいんでね、今日はリニアモーターカーの速さを実感したいと思います走り出しました。ただまさかの逆向きでしたわかんないもんな、こんなとりあえずね、全然今スピードはでも、あ、でもちょっと速くなってきて G を感じるな。なんかこう引っ張られてる感じはする。普通の電車よりは感じる。車が走ってるのがで分かるかな。車をすごいスピードで追い抜いていく。あ、どんどん速くなってきてる、どんどん速くなってきてる。あれ、あぜんに書いたんだよな。あ、今148、150キロいった。あ、これ出てんだけど、多分これじゃ見えないな。あ、ここに書いてある、ここに書いてあるけど見えるかな。今178、181、今190、192、見えるか、みんなにこの凄さが。あ、200キロ来ました、200キロ来ました。すごい、分かるんだ、その書いてあるんだ。220いった、220キロいった。おお、マックス430とか書いてありましたよね。行くのか、時間帯によってなんですよ。 でもさっき俺ハイスピードって聞いたら、なんか時間じゃないみたいなこと言ったような気がしたんですよ、俺、中国人の人が。あ、でも朝のラッシュと夜中ラッシュ以外は出るんですか。ラッシュ以外は出るんですか。あ、来た、270、280、286、789、お、300来るぞ、みんな300来るぞ。見えてんのかこれ。300来た。あれ、300から伸びないぞ。300、301、300、301で、まさかこれ、やっぱり400出ない時間帯か。あれ、なんかさっきのやっぱ中国人が言った通り、これ300で終わりじゃないですか。でも早いよ、速さ分かるかな。新幹線って何キロなんですかね。ということで301キロから増えません。301キロから増えません。映ってんのかな。301キロ、300キロだね。という感じで。うわ、びっくりした、びっくりした。今何ですか。電車が通ったの、多分すれ違う、あっという間だったの。今の何両の電車がすれ違ったんですかね。何両の電車がすれ違ったんですかね。書いてあったし、切符売り場のおばさんも言ってたので、これが限界だと思います。団地みたいな。減速してきました。減速です。本当あっという間、8分ぐらい、一瞬でした。リニアモーターカー400キロも出ないし、300キロって新幹線何キロなのかな。そういう比較ができない時点でね、とりあえず今ネットも繋がんないし、ネットやっても Wi-Fi 借りたのに
ツイッターも見れないし、LINE もできないし、普通のメールもできない今パニック状況なんで、この、恐怖の中国をなんとか乗り越えたいと思います。上海バチバチクス。登録よろしく。ちょっと暑いな。日本と同じか、日本よりちょっと暑いかもしれないな。